さくらさんだっけ。バトルずっと跳ね、吹雪の向こう見慣れた街、発車のベル響いたなら旅だとスタートの合図。夜泣きを沈みゆく夕日何度数えたの、君との思い出ひらひら Thank you.
パネルディクスカッションはどうでしたか、ありがとうございます。そしてね、いつも先生方にはたくさんお世話になっているんですけど、はい、いつもヘルメットとね、あのびっちょびちょのメンバーなので、今日は私たちアイドルに見えてますか？ありがとうございます。初めてね、先生方にも見ていただけるということで、うん、1曲目は「さくらちょん特急」という曲を披露させていただきました。次の曲はチビーズかっこ仮のメンバーも入って群馬県の名産品キャベツの曲です。ぜひ聴いてください。みんなで一緒に、群馬のキャベツはナンバーワン。盛り上がっていきますよ。せーの、ナンバーワン、ナンバーワン、群馬のキャベツは日本一。ナンバーワン、ナンバーワン、群馬のキャベツはナンバーワン。群馬の未来のため、今私たちが
下ろしてもらってメンバーもちょっと前行くか、ライト当たらなくなっちゃう、なんかね、顔が暗くなっちゃう、顔が暗くなっちゃうか、この辺までだったら大丈夫、 OK です。ちょっとどうなるかわからないんですけど、初めての試みですね。それでは赤木団でメンバー全員で合唱したいと思います。それでは聴いてください、旅立ちの日に。皆さん合唱どうでしたか？面白かったね。普段やらないことやっています。では最後の曲になりますね、今日は 3.11 ということで、はい、東日本大震災からね12年が経ちました。赤木団も東日本大震災が起きてその1ヶ月後にオーディションがありました。もしあの時に事務所の方がね群馬を元気にしたいということでオーディションを開かなかったら今ここにいるメンバーとも出会わなかったですし、ファンの皆さんとも出会うことはなかったと思います。そんなねあのいろんな縁があって、そして今ね東日本でもまだまだ頑張られてる方がいると思います。またどこかでみんなでね元気よく会えますように。それでは聴いてください、またねってバイバイ。I'm not afraid of the dark.
赤城団社会貢献活動に取り組み、そしてみんなで元気いっぱい森を作っていきたいと思います。皆さん